とにかく球上がりやすいのと初速が速いっていうのがこんなにこうフェアウェイで打った時に武器になるのかなと思います。キャロウェイエピックマックスファストフェアウェイ。ドライバーがエピックスピードとマックス、マックス LS が発売を最初にして、フェアウェイウッドはエピックスピードとエピックマックスの2機種だったんですけれど、今回エピックマックスファスト、まあ、軽量モデルですね、ドライバーの発売と合わせてフェアウェイウッドも登場しました。このフラッシュフェイスが搭載されているというのは、まあ、ドライバーとかと同じなんですけれど、フェアウェイウッドはこのジェイルブレイク AI ベロシティブレードという、まあ、ドライバーとはちょっと違った形の、ここにはブレード、ちょっとこうハの字型のバーみたいなものが搭載されていて、フェアウェイウッドなんですけどものすごい反発性能、高初速を感じることができる、うん、そういった一本になってます。この3番ウッドで重量が 286g というふうに、まあ、カタログに書いてあるんですけれど、基本的にドライバーとフェアウェイウッドの重さの関係は、まあ、ドライバーの方が軽くあってほしいんですね。なので、まあ、このエピックマックスファストのフェアウェイウッドいいなと思った方は、ご自身のドライバーのモデルがどれぐらいの重さがあるのかというのをちょっとホームページとかで調べていただいて、まあ、260g、70g 台の方だったら、このままエピックマックスファストのフェアウェイウッドを入れて上手にマッチングできると思います。でもしドライバーの重量がもう 300g とか 290g ぐらいあるよっていう方はマックスファストではなくて、キャロウェイのエピックマックスとかエピックスピードのフェアウェイウッドの重さのクラブを選ぶと、ちょうどセッティングがうまくはまるんじゃないかなと思います。で実際にこう試打をすると、正直ドライバーと見まごうようなボールになっていて、地面の上からドライバーを直ドラしているような、フェアウェイからティーアップしてドライバーでもう一回打ったんじゃないかみたいな、そんな感じの距離が出せるフェアウェイとで、正直驚きました。でいわゆる顔がいいというイメージよりは、安心感のある大きめの顔でシャローでボールが浮きやすい、そういう設計になっているんですけれど、打っていた時にもマットにこう擦る感じが本当にこう滑りが良くて、こう全然こう地面に突っかかる感じがしないんですね。ものすごい振り抜きがいい、フェアウェイからドライバーを打っているような飛距離みたいなものを感じていただくには、やっぱり3番ウッドちょっと積極的に試してほしいと思います。でやっぱりでもフェアウェイウッド苦手なんだよねっていう方もいらっしゃると思うので、そういった方はぜひ5番ウッドから試していただいて、で5番ウッドもものすごい初速が出て飛距離性能高いです。過去のキャロウェイのフェアウェイウッドと打ち比べても、こうスマッシュファクター、ミート率がものすごい高い数字が出やすいですね。ぜひコースでこのエピックマックスファストのフェアウェイウッドでぶっ飛ばしてほしいと思います。